にちは。私たち、辰野市よりやってまいりました、チームブルーと申します。4年ぶりの、男祭り通常開催、本当に楽しみに、練習をしてまいりました。先ほどご紹介いただきました通りですね、私たち今日着ている衣装、新しい衣装、ここで今日この、男祭りで初めてお披露目をさせていただきます。この中にですね、私たち、チーム20周年を迎えまして、まあ、何も、できないまま数年が経過して、で、やっとこうやって、皆さんの前で、踊る機会をいただけるようになったというのが本当に、嬉しくて、一生懸命練習をしてまいりました。振りもですね、新しい振りを今日踊らせていただきます。みんな緊張していますので、温かい目で見ていただけたらと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではブルー祭りだ、構え。
撤収狙ってみて取り上がる。ありがとうございました。辰野市からお越しいただきましたチームブルーの皆さん、装いも新たにということでございましたけれども、はい、竜とそして辰野市でございますから、カトンボがあしらわれた